さんそれぞれに鈴木さんと、ルオンさんが、これから回っていくので、ちょっと1週間の間に作ってきた楽器を説明をしてください。じゃあ、那么如果日本好提谁太多改呀改呀换改呀提定改换啊我们就叫我烧まあ、沼のそういうメニューって言うのせいかわからない水と一緒に演奏したら違う音も出ます。ああ、まあ、そこで言うけど今形いろんなのを作って音がどういうものが出るのかとか、袋の形、細いものとかでいろんな音を研究してます。グループ分けしてもうすでに作業が進んでる段階で参加させてもらったんで、音の響き渡る中に飛び入ったわけですよね。グループそれぞれにとても音の探求の仕方の性格を持っておられる人たちに会えて、まあびっくりしましたね。音に聞き入るというか、そういうベトナムの人たちを感じました。From the second floor. They try to do something from the second floor. Yeah. On the street, and people come and enjoy it. これ見てて思ったのは、この中はすごくいい音なのね。で外は中と音が、ああいう楽器は特に全然違うから、多分自分たちでやって気づいたから外に来たんだと思うので、そういうことの気づきがいろいろあればいいんじゃないかな。あとはどう組み立てていくかはあんまり俺は言わない方がいいと思う今はね。今度のパフォーマンスの時にこのみんなと何かを組み立てていかなきゃいけないから、せっかくやってきたことがどう生きるかを考えなきゃいけないので、俺は今とにかく見て聞いてる係です、はい。Try to find the material, and you will find how to play or how to make a sound. それまでみんな楽器作ることに集中してたと思うんですけど、ルオンさんの家では楽器を作ることではなくて、もうそこにあるもので音楽を作るってことに集中してもらおうと思いました。一つは。で、もう一つはそれをやる人と見る人とはっきり分けようと思いました。やる人がいて見る人がいるっていうことで、やる側も意識が変わるし、見る側も意識が変わるので。ちゃんとある小さい祭りの形にしたのがチャンドンさんの家で、そのための音楽をどうするかってことを、ある素材で考えざるを得ない状況に追い込んだのがルオンさんの家の、ワークショップだったかな。I feel kind of very joint, enjoy it and playing with the friend, and we have to like so a lot of surprise when we said play together, and it's a lot of okay, kind of amazing experience to me. Yes. 人と人の顔と顔を合わせて付き合って音を作るみたいなのがよりこっちの方ができてるから、なんかこのノリみたいなのをもっと現場にも持ってけて。楽しくなるんじゃないのかなと思って。We only have
today, today and tomorrow, please you think about with the workshop members to find a way to make build up the simple stuff, simple instrument, and how to organize the sound or music. Please think about together. こちらの人の音の出し方っていうのをどう転んでも生きた音にしていくようなね、探り方を持っている人たちに原点に戻るというか、そういう人たちに会えて僕自身も突っ張らなくてよくなったところがまず嬉しかったです。So this one is ceramic, and we put it beside some material like metal, something like that. It will be lost. まあ多分10試したうちの9個はダメでも僕いいと思ってるんですよね。その中でいろいろ試してることが尊くて。でそこからなんか最終的にはコンサートにするので、そこで僕はちょっとずるいやり方をします。また大友やってるなっていう自己批判もあるんですけども、だけどそれはそれとして私が参加する意味としてそういう部分も作ります。でそれやったことでみんなは楽しいっていうふうになると思う。それだけじゃなくて、そこに至るまでのなんだかよくわかんない、はっきりしないプロセスと、そこで生まれた人間関係の方がもしかしたら将来的には大きな意味を持つと思う。ただそれだけでもダメで、どっか節目節目でエンターテインメントでも何でもいいんだけども、ガッと祭りも必要だと思う。その祭りがフックになって日常がガッと動き出すので、だ多分僕の役目はおそらく、祭りを作ることなんだと思います。今回もvô cùng hào hứng tuyệt vời ạ. Sau khi em tiếp xúc với cả những nghệ sĩ mới từ Nhật Bản, Thái Lan và cả cùng Việt Nam nữa, thì em nhận ra là âm nhạc có thể đến từ bất cứ đâu, từ bất cứ vật liệu gì trong cuộc sống thường ngày. 奇跡のハノイじゃないかなと思いますね。 Orchestra together, everyone can join it. ここの場所が天国みたい。こんな風に、なんていうの、何の音楽を作るとかじゃなくて、音使って何か遊んでるっていう状態って本当に素晴らしいし、これでいいんだなと思う。評価基準って音楽ってどうしてもある、コンサートでこういう作品が良かったとか、そういう風な見方しかされないんだけども、それは本当に貧しい見方だと思ってて、ある種類の音楽はそういう見方をすべきだけど、そうではない音楽のあり方をこうやってちゃんと探っていく試みは続けていくべきだし、じゃないと日本がね、日本の音楽教育のままを海外に輸出したら本当に良くないと僕は思っているので、こういう形をいろいろある種実験だと思うんですけども、やっていくのはいいことだと思います。本当にそう思った今日は。おめでとう感じで、真的很幸福。
rất là vui vẻ, bởi vì là tôi có thể làm được những cái gì mà rất là ngoài những cái sức tôi mong đợi. Thì cũng như là chỉ có buổi biểu diễn solo của chúng tôi ngày hôm nay ấy, thì có vẻ là nó không được tốt như ngày hôm qua. Còn tất cả mọi thứ khán giả tôi cảm thấy rất là rất là tuyệt vời. Những thứ mà kiểu mình đã làm được, mình đã truyền lại được hết cho mọi người ấy.